上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ミスキャンドーナツの氷コーヒーとカフェモカとキャラメルを飲みたいと思います。なんか思ったより多いんですけども、これすごいな。どんなコーヒーなの？氷コーヒーか。以前飲んだ時はちょっといまいちだった部分があるんですが、味がちょっとまだ変わるのかな。それをチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちら、おそらくカフェモカから飲みたいと思います。おー、いい音しますね。ではキャラメルも最初はミルクの味が強く、そこの方に行くにつれてそれぞれのフレーバーがうまく混ざって味わいできましたね。フレーバーの味は美味しくあるのですが、やはりちょっと上の方のミルクが多すぎてフレーバーの味が少ししか味わえなかったのが残念でした。もうちょっとフレーバーを早く混ざるようにしてほしいですね。でモカの方はちょっぴり苦めで、キャラメルは結構甘めで、それぞれ個性があってその点は美味しかったですね。なので、味自体は美味しいのですが、飲み方に問題があるということで、どうしてもこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。で、募集。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。